ズどんなもんや。どうもどうもとつよしです。マンチズはですね、またちょっと噛みましたけども、このままいきますけれども、ラジオネームティアラさんです。先日雑誌でキンプリの平野くんがハートを盗みたい先輩はという先輩にどうもとつよしくんと答えていました。つよしくんが天然石好きというのを耳にしていたそうで、小さい頃から石を集めている平野くんはぜひその話をしたいそうです。ぜひその話をしたいそうです。まだ、直接話しかけたことがないみたいなんで、もし年末会う機会があったらぜひ平野くんに声をかけてあげてほしいですということです。確かにそんなにともほぼ喋ったことないな。なんやろな。まあ全体的に後輩くんとそんな自分の方から話しかけるのもほとんどないけど、この間ラジオでなんかこんなん読んでんけどつって、じゃあ話せる機会があったら一回話してみようかなというふうに思います。それではどんなもんや始めます。文化放送から全国ネットでお届け中、近畿キッズどんなもんや。何でも声の普通と美人。さあ番組の前半普通のお便りを紹介します。千葉県のアメツチさんです。私は夜中に洗濯するタイプなんですが、今寝る前に洗濯機を回し、よし干すぞと、蓋を開けたら、無数のティッシュが洗濯物に絡まっていて、愕然としながら今洗濯機の前でメールを書いています。これ切ないね。つい数日前にも同じことをしました。ここ最近忙しくクタクタだったのもあって、立て続けにやってしまいました。つよさんは忙しい時に限ってやらかしてしまうことってありますか？まあ過去に僕もだからこのポケットにティッシュなんか入っててなんかなってもたみたいなやつはね、あったかな。一回USB ごと洗濯行きましたけどね、一回ね。でもその USB はですね、大丈夫だったんですよ。構造上いけんちゃう？これ大丈夫かなと思ったら、大丈夫でしたね。見事今も十分ちゃんと使えているというこの奇跡が起きまして、安心しましたけど、もうやっぱり、もう仕事は忙しすぎてやること多すぎて、そのやること多すぎるのジャンルが一個一個全部もうバラバラやから、役割違うし、自分のね、立ち位置とか立場とかやることとか、求められることとか、能力発揮する、その、いろいろが、もう違いすぎて、なんかもう頭切り替えるので精一杯で、体も頑張ってついてきてくれるけど、とか、それ繰り返してるとね、ちょっとふとした時に、あーっていう。でも僕は USB を一回選択しちゃったっていうのはありますね。まあ、あとはなんかもう本当に、必要なものをただシンプルに忘れるっていうね、家に。まあそういうのはよくありますね。まあ皆さんやっぱりこう、まあ、忙しいということを忙しくなくするのは、まあなかなかできませんのでね。致し方がないですけれども、忙しい時ほどね、ちょっとこう細心の注意を払うっていうのはやっぱ必要なんだなというふうに思いました。はい。そしてラジオネーム、イーモンさんです。霜降り明星の YouTube が好きでよく見ているんですが、たまにせいやさんのご自宅が映る絵があります。そこでブンブブンでせいやさんが購入した絵画が飾られているので見るたびに、あの時の絵だとにんまりしています。千代さんは今まで番組でいただいたもので印象に残っているものは今でも家に飾ったり使っているものとありますか？僕はそうですね。まあいろいろいただいたりもするし、するんで、お写真いただいたりとかなんかいろいろあって、まあそういうのは飾ってるかな。っていう感じで、特に奥まった話はないですけれども、まあそういうのはありますかね。そして、埼玉県のキンキさんと同年代の猫さんです。
先日 YouTube でキャインの天野さんがドラマ元彼で共演した時に剛くんから教わったレシピ豚バラもやし鍋を紹介する動画をアップされていました。剛くん教えた時のこと覚えていますか？天野さんとの料理エピソードや他にもあったらぜひ、知りたいです。これでもめちゃめちゃシンプルなやつやんな。ただ蒸すだけでしょこれ。教えたというほどのもんでもないでしょうけども。天野っちもね、元気してんのかな。まあドラマの時はね、天野っちと、結構イチャイチャしながら過ごしましたけれども。まあドラマ終わってからね、なかなかお会いする機会もなくなってしまいましたけれどもね。もうさんとの料理のエピソードしても特にないですよ。なんか本当にみんないろいろ聞きたがって知りたがったりするけど、大してないのよな、俺な。いつも。ドラマの現場ではもちろんね、いろいろありますけど。じゃあそっから何かみたいな感じになることはほとんどないので。だから天野っちを見るたびに元気してるかなっていつも思いながら天野っち見てたりしますけれども。天野っちはもうだってもう料理すごい得意な人だから、よくこんなん紹介してくれたなっていうぐらいのシンプルすぎる料理で、恥ずかしいぐらいですけれどもね。先日よ、最近なんやな。いろいろとこう、天野っちなりに気にかけてくれてるんでしょうね。ありがたいことです。まあでもな、あれですね。こうやって、多分これ豚バラともやし、ただ蒸すだけの料理やったと思いますけれどもね。だってメガネなんで、曇らなくてよかったでしょうということですね。はい、ということで、何でも今夜のストラダミジンでした。キンキキッズ、どんなもんや。愛ゆえに愛に関する悩みや相談を受けていきますが、今日はなんかね、恋愛ではない愛に関するメールということで、福岡県の抹茶さんです。13歳の中学校2年生って書いてますね。こんばんは、はじめまして。先日おばあちゃんが骨折して入院してしまいました。入院してから体調も崩して今は施設に入っています。コロナ禍ということもあっておばあちゃんとなかなか面会できない状況でとても寂しい気持ちです。そしてお父さんとお父さんの兄弟がおばあちゃんのことで喧嘩をしているのを聞いてとても辛くなります。子供の私にできることはないのかと探していますがなかなかわかりません。剛さんどうすればいいと思いますか？これはやっぱりね、おばあちゃんの立場からするとなんかこう私のことで喧嘩せんといてと思ってるし、なんかもう私のことで迷惑かけたくないねんっていうね、思ってはるのがとても大きいと思うんだけど、まあこれも本当なんかいろいろね、お父さんとお父さんの兄弟とで、ね、まあいろいろ意見の食い違いとか、誰がどうやってどんな風にして面倒見ていくねんとか、こうでああでこうでっていろんな話してるんだろうなっていうのはなんとなく感じ取れますけれども、なんかね、子供のってね、ここに子供の私にできることはって書いてるけど、その子供のっていうのを取っ払って私にできることは何なのかなっていうことを探す方がいいなって僕は思いました。で、お父さんとお父さんの兄弟がおばあちゃんのことで喧嘩しているのを聞いた、その時に嫌なんだったら、なんかこんな時に二人で喧嘩してんのすごく嫌な気持ちになった、だから喧嘩しないで何かいい方法話し合ってよっていうようなことで、まっすぐに伝えればいいのかなってなんか僕は思いました。あとはどうしてもね、仕事してたりとか、いろんな時間の中で、まあお父さんたちもストレスも溜まってたり、疲れも溜まってたりする中での、おばあちゃんのこと考えるっていうので余裕がなくて、喧嘩したりする時もあるんだろうなと思うけど、でも、
抹茶さんの方からそういう風な言葉をポンって言うだけでも、あーちょっとこれは言い過ぎたな、あこれあの良くなかったなって反省したりすることもできるしね、大人がね。でそしてやっぱり大人が大人に対してなんかこう言うと、またそこでまた喧嘩の原因になったりすることもあるけど、でも13歳の抹茶さんが言うことによって、喧嘩をしなくなることだって僕は大いにあると思うから、そういうふうになんか伝えてあげるのもいいと思うな。なんかおばあちゃんがこれを知った時に悲しむと思わないってことでしょ。私だって悲しいよってことでしょ。まあ、それを、二人に素直に伝えるっていうのはいいんじゃないかなってなんか僕は思いますけどね。で、私のできることは何なのかなって。まあ、お手紙を書くこととかさ、絵を描いてあげることとかさ、いろいろできるやんか。で、例えば、お世話してくれている看護師さんに、写真送って、写真を見せてもらえるように頼むとか、なんかそういうようなことをちょっと工夫していくと、まあ直接会えなくても、でも抹茶さんからの愛情っていうのをおばあちゃんは感じ取ることができるから、そうするとおばあちゃんもね、元気が出て、早く退院しないとって、退院しようっていう風にね、力がみなぎると思うんで、なんかさっきも言ったように子供のっていうのを取っ払って、私にできることっていうことを素直に考え、私だからこの争いを止めることができる、私だからこんな風にして人に頼んで協力してもらうことができる、そしておばあちゃんにこういう気持ちを伝えることができる。やっぱ言葉とかメッセージとか絵を描くこととか、お写真を撮って送ってあげるだけでも、すごくおばあちゃんは救われるんじゃないかなって。なんかこう空を見上げてさ、おばあちゃんの病室の空と自分のお家から見上げている空、自分が今立っている頭上に広がる空とつなげてさ、でおばあちゃんのこといつも思ってるよって、早く会いたいから早く元気になってねって、そうやってお空の写真を送ってあげるだけでもいいのかなとも思うし、やっぱりこう人っていうのは直接会うことだったり直接触れることがやっぱりとても大きい感動にはつながるし実感にはつながるんだけど、このコロナ禍っていうのは愛おしい人がいるということによって苦しくなる時間もたくさん学んでいると思いますけど、でも離れていても、目の前にその人がいなくても、その人を思うこと、愛することっていうのはできるから、まあ、そこに心を集中させて、自分ができること、離れていてもおばあちゃんに対してつなげられる思いとか感情は何だろうとか、そんな風にして、小さな些細なことでもいいから、少しずつ少しずつ自分が今日できること、自分だから今日おばあちゃんに対してできること、お父さんやお父さんたちにできること、そういうのを少しずつ少しずつ自分の力で叶えていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思いました。なかなかわかりませんってなっちゃうよねとも思うし、ここはねやっぱりお父さんたちがしっかりしてほしいなと思うけれども、こんなふうな思いをしているんだからね。でもわからない、わからなくなっちゃったっていうふうにしてこんがらがる必要もなくて、本当に毎日完璧な人なんていないからね、今日の自分ができること、してあげれること、それを一つ一つ考えながらゆっくりゆっくり叶えていってあげたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。抹茶さんもね、いろいろ、まあ、学生の時代の中でいろいろね我慢したりしなきゃいけないこといっぱいあると思いますけれども、自分の人生っていうのはおばあちゃんと一緒で、お父さんと一緒で、お父さんの兄弟と一緒で一回だからね。だから自分らしく優しく強く生きていこうって、毎日がそうできなくてもそういう風に生きていこうって思うことはね毎日できると思う。ゆっくりゆっくり、時間はもう過ぎていってしまうなっていうことも多いと思いますが、自分の人生かみしめて、自分の人生、一度きりの人生、自分らしく生きていってください。
さあ、愛に関するメールと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレスはキンキアットマーク JOQR.net、 キンキアットマーク JOQR.net でございます。ここでお知らせです。キンキキッズの年末年始のドームコンサートが決定しております。キンキキッズコンサート2022-2023-24451 The Story of Us 12月の24日25日が東京ドーム、2023年の1月1日1月2日は京セラドーム大阪というになっておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。それでは、新しい時代聞いてください。お別れショートポエム、今週はですね、ラジオネームテストは赤点恋は満点さんからのポエムです。友達がクレンジングバームデュオがさと話しかけてきたが、何を言っているのかはっきり聞こえなかったので、ファインディングにもと思わず聞き返してしまった。聞き間違えたことはすごく恥ずかしかったが、友達がなんとなく韻踏めてるしネタになったやんと慰めてくれた。ありがとう友達。韻が踏めたならね、友達の言うように何でも韻が踏めたらもういいんだというような形でね、お後がよろしいようで。さあ、というわけでございまして、まあ、これ以上喋るとだんだんおもろくなくなっていきそうな気配もしてますんでね、この辺でドローンさせていただきたいと思います。お相手は近畿津川本剛でした。それでは引き続き文化放送レコメンでお楽しみください。堂本剛さん、ありがとうございました。来週は堂本光一さんが登場いたします。お楽しみに。以上、キンキキッズどんなもんやでした。それではここで一曲お聴きください。では曲紹介、りなちゃんお願いします。はい、あっぱれさんでパピプペポップ。一緒って言ったよね。どうしていないんだよ。いつもそうだ。僕が会いたい時に限っていつもいないんだ。そばにいてくれよ、アルフォート。買ってこよ。アルフォート、ある。ブルボンアルフォートミニチョコレート。スマート君の北山博光です。僕たちの番組キスマイレディオ文化放送レコメンの中で毎週水曜深夜12時過ぎからオンエアしております。7人が週替わりで登場するこの番組、いろんな一面が分かると思いますので、スマイルディオよかったら一度聞いてみてください。よろしくお願いします。斉藤相馬です。石川海人です。僕たち2人が僕たち2人の最新情報などをしっかりお届けする番組、それがダメじゃないラジオ。超エンドジープラスで毎週水曜23時30分からダメにならないよう2人で頑張ります。あなたからのダメじゃないメールも待ってます。一体何の情報をお届けするのかね。日向坂46のメンバーが週替わりで登場している日向坂46のき番組では皆さんからメールを募集しています。アドレスは日向@joqr.net、
私たちメンバーも聴いている日向坂46の日は毎週日曜夜6時30分から。お天気のりと桜坂46松田里奈が文化放送から生放送レコメン。100問で知る正解は松田里奈。レコメン月曜日のダブルパーソナリティ松田里奈ちゃんのことをもっともっとよく知っていただくためにリスナーから募集した質問を問題として出題、正解は全て松田里奈ちゃん次第というクイズコーナーでございます。はい、なんか久々な感じしますね。そうですね、そんなことはないんだね。そんなことはないです。え、でも先週なかったよ。先週なかったね。はい、ないですよね、うん、そう、リアクション名、うん、キャプテンになってのね、はい、でその前が菅井さんが来てたのかな、来てなかったのかな。でもなんかやってなかった、なんか久々な感じするよね、はい。兵庫県ラジオネームエコノミークラスの凡人からいただきました問題。おでんの具で一番好きなのは何。あ、もうこれは決まってます。大根。いやー、これはまた難しい。